前にアタックできるか。そうです。うん、そこ。そう。やった。そしたら前に。Hey guys, welcome to TGK Light Up TV! ということで、今回はお二方にちょっとゲストで来てもらいました。はい、野口さんと大谷さんですね。お願いします。で、お二人は、女子の指導とかに関わっていくことがあるっていうふうに お伺いしたので、ちょっと女子のキーパーに向けてちょっとトレーニングの動画を出してみたいなと思ってお二人に今日お願いしてるんですけど、はい、女子のまあ、ゴールキーパーの子たちを、まあ、見たりとかしてることがあると思うんですけど、その時にこう女子の課題、男子と違う課題っていうところはどういったところになりますか？はい、現在、僕が今埼玉県の尚美大学の女子サッカー部のキーパーコーチをさせていただいているんですけど、はい、まあ、そこで男子との違いは、まあ、単純にスピードとあとはクイックネス、もう素早い動きっていう部分のところが一番課題にはなってくるのかなと思うので、まあ、今日はそういったトレーニングの動画を紹介してできたらなと思います、はい、ありがとうございます。大谷さんとかは女子のキーパーとか見てみてどんな印象ですか？やっぱり試合中のそのプレーのスピードとか、やっぱ野口さんが言った通り、うんうん、やっぱちょっと、まあ、男子に比べちゃうとやっぱりどうしても遅い部分は多いのかなと思います、うんうん、なるほど。やっぱ男子に比べると筋力とか体の作りとかも違うから遅くなっちゃうのは、まあ、仕方ない部分であるんですけど、やっぱその中で速さとかを高めていければ一個女子の中では抜きんでる存在になれるかなと思うので、今日はちょっとスピードアップさせるようなトレーニングをちょっと提案してもらうのでやっていきましょう。お願いします。お願いします。はい、ということで1個目のトレーニング、はい、はい、じゃあ1個目は、まあ、台を使ってやるんですけど、はい、まあ素早さっていう部分、まあ、パワーがさっきないって言った分、うん、パワーはないけどやっぱスピードは出せるようにっていう部分で、まず台を一回ジャンプして降りて、もう一回ジャンプして降りたところに僕がボールをここに配球するので、はい、ジャンプもらって返したと同時に返してすぐにここがゴールだと思ってもう一回行きます。これだけの感じ、はい、まず筋力トレーニングとかではないので、はい、しっかりこう踏み込むっていうよりはプライオメトリックスを求めたいので、はい、もう立った状態で早く、はい、で最後の1回になった時にはバックしてパワーポジション取るっていう部分に行けば、もう真ん中を後傾することではなくてこの状態になれる、しっかりパワーポジションに取ってアタックできる、はい、っていうところが一番大事です。はい、ダンプ、はい、で返す。すぐそこから来る。もし動きが速ければコーチがこっちボール2つ持っといて、はい、行きましょう。はい、1、2、はい、はい、ゴー、返す、はい、ゴー。こんな感じで出しても多分いいかなと思います、はい、とかも能力で合わせてもらえればいいかなと、はい、でポイントになるのが前にちゃんとまず1個目のトレーニングで前にアタックできるか、うん、そこをまずしっかりと、はい、足出しすぎない、前にプレー方向を意識して、でそれができれば自然とセカンドプレーも近くなるのでそこを意識してもらえればいいかなと思います。わかりました。はい、じゃああと何回かいきましょう。はい、1、2、はい、前に、はい、返して、あー、はい、ゴー、さあ、オッケー、あと1回いきましょう。じゃあ、はい、ボール1個ください。はい、じゃあ1、2、はい、さあ、はい、ゴー、OK。 じゃあ次は、ボール2つ使って、まあ、アングルトレーニングっていうのもあるのと、はい、まあ、クイックネス高めるっていう部分で、まあ、まず1回軽く立ち膝ぐらいな形で光コーチが持ってもらってゴロで返したボールをもう1人の選手がオーバーハンドキャッチ、でそしたらもうまた下に置いてすぐアングルこっちに向き変えて取る、これだけ。はい、じゃあ一回やってみましょう。はい、ゴー、はい、ゴー、さあ、でここで慣れてきたらもう光星取ったらすぐで僕もすぐ返る、はい、でも僕も待たずにもうパン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 蹴るんで、はい、このタイミングで、はい、ゴー、はい、そう、キャッチしたときに、はい、じゃあこのままよりはもう向きもこっちまで、はい、もうここを持ってくるっていうのがちょっと
ままこうなっちゃってるだけだと、まあ、後ろに上方向行っちゃうっていうので、はい、必ず前に前に行けるように、はい、はい、そうイエス、そう、そしたら前に来るもんね、はい、そう、そう、イエス、今度オーバーハンドキャッチできるようなキック、普通に手で蹴ってもらっていいですか。取ったら置いてもらって、もうさっき言ったように前に一歩出る、はい、この時にここでやっちゃうともうゴールライン、プレー方向を後ろに出してなので、まあ、置いたタイミングで蹴れば前に、はい、アタックに、では一回やってみましょう。はい、すぐそう、はい、そう、最後、そう、ナイス、いいステップです、はい、はい、そう、もう一本ぐらいいっとく、もう一本ぐらいいっとく、三本ぐらいいっちゃう、きついにトレイン、はい、はい、そう、OK、ナイス、 OK、ありがとうございます。はい、ということで練習終わりまして、ありがとうございました、ありがとうございました。実際にやってみた感想で言うと、もともとやるよりも体の向きを早く変えるとか、ボール前で捉える意識っていうのは持てたので、すごい良かったかなと思いました。ありがとうございます。はい。で、あの台使ったトレーニングとかは、まあ台がなかったりしたらなんか、なんだろう、箱とかうまく使ってもできると思いますし、うんうん、一番2番目にやったトレーニングとかだと、キーパーが3人とかフィールドのコーチとか手伝ってもらったら十分できるトレーニングだと思うので、ぜひ皆さん活用してみてください。はい、お願いします。はい。じゃあ最後にチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。せやー、どんな終わりだった。いきます。え、どっちこっちどっちどっちどっちですか。こっちですね。あ、こうじゃないんだね。こっちってこうなんですよ。別に決めてたわけじゃないんですけどね。これな、TGK ライトアップ TV、はいっていう感じで。あ、別にそこを。それやる。Hey guys, welcome to TGK ライトアップ TV。